はい、人事チャンネル、羽賀ひかる。今回もですね、なぜ成功して、成功してる人はなぜ神社に行くのかの、八木隆平先生、隆博士をですね、お招きしてお届けしていきたいと思います。今回のテーマは潜在意識と、潜在意識を活用した願望成就、夢の叶え方っていう、私の最新刊、書けば叶うテーマでもあるんですけど、ちょっと聞いてもいいですか、結婚ですね。結婚で、隆博士と言いますと、奥様ですね。はいはい。まあ、超有名人というか、ね。有名人なんですかね。有名人ですよ。業界ではというかね。はるちゃん。うん。今でも本名、さやかさん。八木さやかさん。そう、今はね、八木さやっていう名前で活動してますね。はい。まあ、名前が八木さやかになったんでね、僕と結婚してから。で、八木さやっていう名前で、書いてるし。まあ、書籍とか出すときは多分八木さやかになるのかな、八木さやになるのかな、どっちなんでしょう。なんか、業界ではですよね。業界ってまあ、スピリチュアルが。業界ね。業界ではまあなんかね、はるちゃんも結婚したらしいよ、隆博士を見とみたいな感じで。そうなんですか。まあ別に当時僕面識もないんですけど、なんか風の噂でなんか聞いたりみたいな。ああ、そうなんですね。2年前ですかね、ちょうど今からっていう。そうですね。2017年11月19日、まあ彼女の誕生日の日に入籍したんですね。2017? うん、2017。あ、ちょうどだ、2年前ですね。そうですね。2年ほど経ちましたね。で、今回のテーマ、願望成就と直感力みたいなことに関わってくるのかなって思うんですけど、どういう流れでご結婚されたんですか？流れか。彼女と知り合ったのは2016年の11月末日に初対面。あ、じゃあ1年前、結婚する1年前に知り合ったと。うん。はい。そうです、そうです。うん。どんな感じだったの？初対面の印象。なんか結構スピリチュアルの世界では、ソウルメイトは出会った瞬間わかるとかっていう人もいるじゃないですか。いや、そういう。いや、言う人もいるけど、僕はどうかなと思ってますよ、この意見に関してはね。おうおう、僕は別にそれに関しては、出会った瞬間分かることもあるんかもしれんけども。初対面の時は僕の方から、焼肉を食べに行きませんかと、ご馳走しますって言ったんですよ。中目黒の焼肉屋にね、行ったんですけどね。で、これはね、彼女が僕のその本、成功してる人はなぜ神社に行くのかの、書評を書いてくれたんですよね。その時面識ないのに書いてくれてたんですか？うん、あ、そうなの？書評書いてくれて、まあ存在は知ってたんでしょうけどね。書評書いてくれて、で、まあ彼女がね、ブログで書評書くと、なんかアマゾンランキングとかものすごい上がるわけですよ。まあそうですね。で、何が起こったのかなと思ってね。どうやら彼女が、はるちゃんがね、当時のはるちゃんが、まあブログので紹介してくれたらしいと。はい。で、まあ、お礼をね、もうフェイスブックで一応、知り合い、友達っていうんですかね。繋がってはいたんで、お礼のメッセージを送ったんですよ。で、まあ、そのお礼がてら、ちょっと食事にね、行きませんかと、ご馳走しますと、いうふうに誘ったのが最初ですね。で、それから時々お食事に行く関係になったと、まあ、いうことです。で、それだと、まあ、友達ですよね。で、ここから、まあ、結婚っていうものに発展していく、まあ、一つのきっかけになったのは、2017年の5月末にですね、5月の30ぐらいだったかな、出雲大社の表参道で薬局を営んでる、堀江さんっていうね、漢方薬剤師の人がいて、その堀江さん主催で、はるちゃんと僕と堀江さんと3人で、出雲大社の近くの会議室で、まあトークショーをやったの。あ、そうなんですよ。出雲大社トークショーみたいなね、感じでやったんですよね。で、それかな。そこがいわゆる急接近した、まあ一つの、きっかけといえば、きっかけですね。で、これはね、喋ると、まあ全然これ秘密にしてるわけじゃなくて、当時はね、僕らの周りではすごく話題になったんですが、僕の周りにね、脳内のテレパシーで、僕と恋人になってる人がいたんです。テレパシーですよ。え、どうですか？え、脳内のテレパシーどういうことですか？その意味がわかんない、それ。あのね、ある女性が。隆博士は恋人って思ってないですね。そうそう。全然、関係ない人なんです。会ったことあるんですか？会ったことある。要するにイベントとかに参加してくれたことある。で、向こうは恋人って思ってるっていう状態なんですね。うん。本人も親しくないのは知ってるんだけど、テレパシーの上ではラブラブなんだと。言って、ブログで書いてる。あ、もう潜在意識下ではラブラブという。そう。有名な人か。有名ではないですね。あ、そうですか。で、そのテレパシーでラブラブみたいなことをね、言ってる人がいて、で、まあそういう人が、まあ、なんか、ねえ、しつこくコンタクトしてくるわけですよ。で、僕はそこで考えたんです。あ、これ独身だからやばい、まずいんだなと。
だからこういう好きがあると思って、ついてくる人がいるんだと。うんうん、もうこれも結婚しちゃおうと。で、思ったんです。で、そのテレパシーが、テレパシー女がですね、はい、出雲大社のイベントに来るんですよ。嫌だなと思うわけじゃないですか。もうこれはスタンスはっきりさせなきゃいけないと。はいはいはい、で、うん、でも、結婚するには相手が必要ですよね。うん、そうですね。うんうんうん、そこに誰がいたのかっていうことで。で、その、出雲大社のトークショー、はい、誰とやるのかって、うん、もう、堀江さんか、春ちゃんしか選択肢ないわけですよ。うんうんうん、で、女性である春ちゃんになって、うんまずそこで初めて、その結婚とか恋愛とかの対象として彼女を見たっていう。はい、あ、そうなんだ。なんか、ある種追い詰められた感じでね。へあ、ちょっとこのままじゃ俺いかんなと。いかんなと思った時に、最初に目に入った女性だったんですよ。あ、そうなんですか。そう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 。っていうことですね。で、で、もう、出雲大社でもお付き合いしませんかっていう感じだったんですか、それは。ちょっと時間経って、次の月になりました。次の月に堀江さんたちと打ち上げをしたんですよ。はいはいはい。まあ、そっから、そこで急接近ですね、正確に言うと。そうなんですか。うん、で、もう急接近したの6月とか7月とかですね。うん、そうです、そうです。で、もう11月に入籍って。そうですね。そうなんすか。まあ、展開早かったっちゃ早かったのかな。まあ、それ向こうも超直感力的なものがあったんですか？プロポーズという意味で言うと、彼女の方から、うん、まあ、プロポーズしたっていうことになるんでしょうね。うん、そうそう、お嫁さんになりたいですって言われたんです。うん。ほう。うん、恋人とかじゃなくて、お嫁さんになりたいんだと。うん。そうすると、その付き合うっていう、付き合いますよね、だけだと恋人だからね、うん。彼氏彼女ですね。そうじゃないんだと。うん、お嫁さんって言われる婚姻関係っていうのかな。うん。うん、あ、そうかと。って言われたんで、うん、あ、じゃあもう婚約しちゃいましょうと。うん。うん、っていう、まあそこは話早いわって感じですよ。だってもう僕は、身を固めないといけないともう思ってますからね。うんうんうん、で、男の人ってね、うん、なかなか結婚ってずっと思ってるわけじゃなくて、うん、なんかの拍子に結婚に意識が向く時がたまにあるんですよ。おっしゃる通りね。そう。そのたまにあった時のタイミングに、パッと入ってきた人がいたら、結婚するっていう流れになるんですよね。うん。はい、ねえ。はるちゃんってすげえ人生変わったじゃないですか。もうそもそもはるちゃんですらなくなって、支給委員長ですらなくなって、そこから行きの島行ってガーデニング行ってみたいな感じで、人生大激変してるじゃないですか。ああ、そうですね。もうなんか、むしろこう、なんでしょうね、うん、バリバリのスピリチュアルだったのが、ナチュラル系とか、うん、なんか、ビジネス系の方にガッとこう、行くっていう転換期があったんと思うんですけど。そうですね、活動テーマも、活動の名前もね、はい、変わったから、ね、まあ大きな変化ですね。住んでる場所も当然変わったわけだし、ね、うん、ありえないレベルで変わってると思うんですけど、激変しましたね。留学博士的にはどうなんですか。なんかそれは変わったなってあるんですか。僕自身の人生がですか。はいはい、なんか表面的には何も変わってない。あ、そうなんですか。潜在的にはどうですか。なんか性格的変化とか。クリスマスの時期に、はい、恋人たちが楽しそうにやってる姿を見ても、うん、イライラしながら。それはイライラしてたんですか。そう、表向きはね、あ、いい感じだねって言って、ニコニコ笑ってるんだけど、なんかね、この辺がね、少し燃えついてる、こびこびこびして。ちょっとだけあったんですよ。はい、これがね、消えましたね。うん、なんかないです、そういう。いやでも、どっちかっていうと、男性がその女性と付き合って感じる変化って、潜在的なもので、顕在化しにくくいいかなっていうのはちょっと僕は思うところですね。あー、そうですか、そうですか。なんか僕のこれ、僕というかまあ、運命学的な考え方で言うと、なんかだから、なんていうかな、自覚しにくい性格的なというか、もう、潜在意識はね、確かに変わったんです。むちゃくちゃ多分、で、どっちかというと、その女性の方が潜在意識レベルで、むちゃくちゃ性格とか考え方とか実は変わってるけど、表面的な現象として出てくるまでにちょっと時間かかったりとかっていうことはあるんかなってのはありますね。そっかそっか。まあそういう意味で言うと、彼女は表面的にも大きく変わりましたね。ね、うん、でも僕自身はね、確かに潜在的にはね、いろいろ変わってるんです。あ、うん、まあ、霊的に変わるというかね、なんかそんな感じだね。なんかね、すごくこれ極論、はい、相手は分かりやすく極論に言うと、はいはい、結婚する前は、うん、世界なんて滅びてしまいって思ってました。そうか、そういうダークな部分があったわけですよ。それで。でね、今だと、宇宙人がなんかね、地球にやってきて、この地球残した方がいいかな、
壊した方がいいかな、どっちがいいって聞かれたら、うん、残した方がいいですよっていうふうに答えるっていう。で、滅びてしまいじゃなくて、このまま続いてほしいに、ね、変わったわけですね。だいぶ変わってますね。そう。これが潜在意識の変化ですよね。なるほどね。うん。そういうような変化がありました。はいはいはい、すいません。今回ですね、うん、ちょっと話がですね、なかなか問題なんですけども、潜在意識、潜在意識っていうテーマなんですよね。で、この潜在意識を書き換えるとか、うんうん、潜在意識で成功とか、うんうん、潜在意識でどうのこうのみたいなのって、うん、まあ、自己啓発精神世界における結構大きなテーマ。まあ、定番ですよね。マフィーの法則以来の大きなテーマですね。ですよね。うん、ってことなんですけども、まあなんか、いろいろあると思うんですよね。その潜在意識で願望成就とか、潜在意識のメンタルブロックを取るとか、リュウ博士自身がこの潜在意識の付き合い、との付き合い方とか、潜在意識との向き合い方っていう意味で、これが特に大事なんじゃないのかなって思うこととか、ポイントっていうのはありますかね。これ大きく分けると2つアプローチがあるわけですよ。ほう。で、その潜在意識に従って生きる。うん。ということですね、うん。っていうのと、もう一つは、潜在意識で潜在意識をコントロールするってやり方がある。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど、なるほど。潜在意識で潜在意識をもう変化させてしまう。はいはいはい。自分の都合のいいように。なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。で、潜在意識、逆に潜在意識にもお任せっていう感じで生きていくっていうね。はいはいはい、よくわからないけど、波に従っていきますっていうのと、はいはいはい、やっぱり自分で一つ一つコントロールしたいっていうことね。この二つのね、大きな流れがあるんですよ。はで、はい。羽賀さんの書けば叶う。うん。多分、ね、潜在意識、評論になっちゃう。大丈夫だ、全くことないですよ。潜在意識の、いくらでもね、知ってもらっても、そうなんですけど、初心者とか、はい、これから何かこういう分野に初めて興味を持って、うん、何かやっていこうっていう、入り口入門初級としてはすごくいい本で。書く。そう、うん。これはいわゆるコントロール。そうですね。ですよね。潜在意識を、潜在意識で、いかに願望成就していくかっていうテーマですね。ただね、ハマりすぎてくるとだんだんおかしくなるっていうのがあるんです。書きすぎるとね。例えば、どんな人と恋人になりたいですかとか、ね、パートナーになりたいですかとか、この条件が、書きすぎると、200とか300になる人がいるんですよ、はい。やりすぎです。確かにやりすぎ。はい。ところが、この潜在意識にはまりすぎ、なんかね、面白さっていうのかな、はいはい、はまりすぎると、はい、これやっちゃうんですよ。一日中潜在意識の書き換えをしてるとかやります。はいはい、います。今、稀にいますね。いますよね。はい、これ、鳴らしちゃいるんですよね。これはね、やりすぎ。やりすぎですね。なんですよね。だから、そのお任せの部分、波に乗っていく部分っていうのも必要なんです。すいません、例えば、その波に乗ってくるっていう部分で、うん、僕もよくいただく質問で、うん、なんかこれってメッセージなんですかみたいな。とか、うん、なんかこういうメッセージ来たんですみたいな感じで、ちょっとそれ違うくねみたいな、うん。なんか、その、なんか潜在意識の、何が潜在意識の本当のいい流れで、うん、悪い流れかっていうなんかね、あると思うんですよね。それは。なんかその辺の区別の仕方ってありますかね。なんか要は、前の対談で言うと、うん、その地下、潜在意識にも地下1階、地下2階があって、地下1階っていうのは浅い部分で自分のエゴとか、うん、感情とか、囚、うん、われとか、うんなんかインナーチャイルド的なものが結びついたもので、うん、地下2階っていうのは、うん、なんかその全体性とか、なんか人類とか、本当の自分みたいなものを含んだっていうイメージなんですけども、はいはいはい、はい。だからそういった、より深いところからのいい流れに乗るための、そのなんか方法というか、なんか心が、まあ前はゆっくり歩くっていうことでもあったと思うんですけども、うん、なんかそれってどう見極めたらいいのかなっていう。その潜在意識、そのいろんな波って、人の意識が作ってるところがあるんですよ。うん、はいはいはい、うん。そうすると、まあ変な話、僕と羽賀さんとの間でも、何らかの流れがあるっちゃある、うん。そうですね。バイオリズムがたまたまあって、ね、今日この台湾繋がってるっていうことですよね、うんうん。だからどのリズムに乗るんですかっていうのは、じゃ今この起こってることっていうのは、うん、誰の意識の中で起こってるんだろう。うん、誰、どういう、こう、範囲っていうのかな。うんうん、例えば僕が会社員時代に、まあ、ある研究テーマを提案したところ、うん、それがたまたま会社の経営ビジョンと合致して、うん、してたんですよ。うんうん、それは会社の波と僕の波っていうのが一致してたっていう、はあはあはあ、まあことですよね、はい。で、それがいいんだったらその波に乗っていけばいいっていう、うんうんうん、いうことですね。だからね、その波に乗ることによって、どういう変化、影響があるだろうという未来をちょっと想像してみると思います。ああ、いいですね。なるほどね。うん、はあ、はあ。それで、まあいいよねと。この波いいよねって思えるんだったら乗っていけばいい。
ってとこじゃないですか。ああ、いいですね。うん、いや、あのね、なんかその、たまたまその潜在意識の世界って、うん、なんかやっぱ、たまたまが結構大事と思ってて、うん、今回その、龍博士と対談してもらったの、うん、させてもらうきっかけって、たまたま道で会ったっていう。うん、ああ、ありましたね。そうそうそう、うん。で、あの時道で会ってなかったら、今回声かけようっていう選択肢僕なかったのは間違いないですよね。うん、で、なんかその瞬間、こう、ピタッとこう波長があった瞬間にたまたま会ってたっていう、前振りみたいなのがあって、で、今回のね、流れに繋がってるっていうのは実はあるんですけども。うん、もうあの時僕も、羽賀さんにたまたまばったり会うなんていうことは、まず想像外ですしね。うんうんうん、逆にばったり会ったからこそ、なんかあんのかなっていう。そうそうそう。どっか残る。そう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 。そうありましたね。そうそうそう。で、今回お誘いしてね、乗っていただいたっていう流れはあったんですけど、確かにね、なんかこう、その先をイメージするっていうのは結構大事やなって。だからそこなんか欠場したまんま、よし、この中で乗るぞって言ってなんかお金なくなってもとか、なんか逆に悪い流れで乗られてるっていう人もいたりするから。多分その時に、なんかうまくいかなきゃ、嫌だとまで思ってしまうと良くないかも。はいはい、はい。別にそのどういう結果が起こるかっていうのは分からないんですよ。はいはいはい。うん。だからいろんな可能性をね、はい、結果の可能性を想像してみて、どれでも OK って思えるぐらいだったら言ってもいいと思います。うんうん、僕の場合実はね、この、その、神社の本を書く前は富士通って会社に勤めてましたと。うん、で、その辞めて、神社の本を書くことにね、まあ、専念するというか、うんうんうん、その時ね、ある想像をしたんです。うん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 、まあ、どういう想像かっていうと、もし自分が会社の前で、ホームレスをしている状態になってもいいですかっていう。ほー。で、それたまたまね、その会社の駅、最寄り駅にいらっしゃったんですよ。はい、うん。で、僕がもしそこに座ってる、状態になっても、いいの、はいはい、はいはいはい。ほうほうほう。まあ、それこそ最悪の想像をしたらそういうこともありますよね、はい、と。いいの、はいはい。で、ここで、OK が出てた。ああ、なるほど。最悪の状況でも OK って、だったらもうやめてもいいっていう、うん、なるほど。うん、そう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 。へえ。でも僕はチャレンジしますよって思えてます。なるほどね。うん。で、これが、いや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 、年収3000万以上ないとダメですとかね。うん、あるじゃないですか。うん。ありますね。うん、じゃあ、こうなってほしいとか、ね。そう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 。じゃあ、その波っていう、来た波っていうのは、単に自分のエゴから来ている浅い、レベルの波じゃないですかと。うんうんうん、浅い衝動っていうのかな、うん、うん。っていうような捉え方は僕しますね。だから、いい想像ばっかりするわけじゃない。いろんな気がかかりますね。めちゃくちゃわかりますね。僕もなんかこう、選択の機能だった時って、多分最悪のケース怖いなって、うんうん。まあ、その時はこうしようっていうのを決めてから行動するってのありますよね。うん、うん。うん。で、最高の場合は、いろいろな可能性があるわけで。そう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 。うん。うん。いや、すげえ重要なテーマですね。うん、なるほどね。だから、話まとめさせてもらうと、その、自分のその、だから潜在意識で、ああなってほしい、こうなってほしいっていうので、その、書けば叶うの手法とか使いながら、自分で願望成就していくっていう、まあ、書けば叶うの手法もありやし、もっと言うと自分のその潜在意識の深いところからの流れに乗っていけるっていうこと。うんうん、でその流れかどうかわからないときは、まあ、イメージしてみようってその選択をしたときっていうことですね。そう。だから書くっていう行為は、イメージ。いろんな波が来たときに、それを自分でこの波に乗っていくんだと。はいはいはい。その決断を後押ししていくとかにはすごくいいと思いますね。なるほど。やっぱり、ただ泣かされてるだけじゃなくて、やっぱり自分から乗っていくっていうね、うんうんうん、とこあるじゃないですか。はいはい、はい。うん。自分でちゃんとこの運転するんだと。うん、うん。ちゃんと船に乗ってたらね。うんうんうん。そう、そういう方でやっぱり書けば叶うっていうのは、自分の意思、目標にコミットするっていう意味ではすごくいい。なるほど。いいと思いますね。わ、うん、かりました。ありがとうございました。今回はですね、潜在意識を活用した願望成就の方法ということで、龍博士お招きしてお伝えさせていただきました。はい、今回もどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。